こんばんは。今日はこちらの食材を使った鶏ソースに挑戦していきます。まず生姜を切っていきます。椎茸を切っていきます。白だし、お酒を入れます。椎茸入れていきます。で、生姜を入れます。蓋をします。続いて溶き卵を入れます。再び蓋をします。はい、北川博之特製鶏雑炊の完成です。鶏雑炊が完成しました。早速いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うまい。あったまるなこれ。うん、鶏もいただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しいです。大成功です。